ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただくお車が BMW M4 コンペティションカプリオレ2019年式5000キロこちらの車両をご紹介させていただきます。ちょっと最初から恥ずかしいことを言っていいですか。はい、この車の存在を忘れてました。はい、忘れてました。はい、やっぱりまあ何て言いましょうか、今までね歴代のカブリオレってなかったと思うんですけど、この M4 になってから導入されて、やっぱ知らない方も結構いらっしゃると思うんですね。で今回まあオークションでの仕入れになったんですけど、やっと出てきたかと。市場でもめちゃめちゃ珍しいですよね。珍しいですね。はい、これ今日撮る前に、はい、某中古車サイト見たんですけど、はい、6台しか出てなかった。そうですね。はい、でその前に至っては、はい、もちろんその日本で販売されてなかったっていうのもあるんで、はい、もちろんほとんどないですし、うん、なおかつその普通のカブリオレも結構少ないですよね。はい、少ないですね。はい、なんでかなり希少な車だと思うので、はい、今回ご紹介させていただきたいと思います。はい、で振り返れば、はい、この方からなんですか、 M4 のカブリオレっていうかその M のカブリオレが設定されたの。日本に導入されたってことですね。そうですね、この方からですね。ですよね。はい、なんかこう僕記憶にあるところだと46の M3 がなんかその海外だとカブリオレあるんだぜっていう話を当時その免許取り立てぐらいの時じゃないかな聞いて、それはアメリカ仕様だから、あれ違ったのかな、違うのか、なんか M3 じゃないんじゃないかっていう、あれ違うのかな、なんかあれですよね、中身が335かなんかちょっと馬力出てないとかっていう、そういうカブリオレだった気もしますね。ちょっとうる覚えなんですけど、ちょっと馬力が出てないみたいな、そんなのがあったりとか。はい、でも歴代ずっとカブリオレのその M って日本は導入されなかったんですよね。されてないですね。はい、でここに来てなんでこれがそう、ね、しかもその当初の M4 の時は出てないんですよね。はい、コンペティションになってから出したって、ね。後半になって出してきたやつですよね。なぜでしょう。わからないです。でちょっと僕もう一個思ったのは、駆け抜ける喜びじゃないですか、 BM といえば。はいはい、ちょっとかけ離れてるじゃないですか。え、なんで。いやだって重くなっちゃうし、屋根開いたらこう剛性なくなっちゃうし、はいはい、でなんでこれやってんだろうなと思ったら、もう E30 の時代から M3 のカブリオレやってて、はい、もうずっとなんかこう、はい、作ってきた車なんですね。はいはい、で駆け抜ける喜びって言っても、別に、うん、なんかそのタイム出すとか、うん、こうスピード出すっていう意味じゃなくって、うん、だから乗って楽しい、はい、だからその気持ちに訴えかけるっていう、うん、ところでいくとちょっと納得しました今回、そのいろいろ見て、うん、もうそこの振りがね、今日の振りに全部つながってくると思います。もう本当乗ったらその重たいななんだっていうのは全然ないですし、あ、本当ですか。逆にそのもう愛というならば開けて重くした方が後ろいいんじゃねえかぐらいな感じの感覚で乗れる車です。なるほど。はい、じゃあちょっと今回は外装紹介軽めに、はい、軽めにぜひ市場の方を重点を置いてご紹介させていただきたいと思います。はい、で車的には先ほど小島さんおっしゃった通り、後期に当たる、はい、外装なわけですよね。そうですね。はい、ちょっとちょうどたまたま後ろに前機ありますけれども、はい、後期の方がちょっとヘッドライトがシュッとしてたりとか。そうですね、ヘッドライトのこのラインがこういうところがね、でほとんど分からなくないですか。そうですね、でもやっぱりまあ後期前期、まあ、前期後期か、うん、まあまあでもここ M3 とか M4 とか選ぶ方って、まあ、車好きな方がほぼだと思うんで、うんうんうん、そこら辺はやっぱり結構皆さんこだわっていらっしゃいますね。詳しくない方はちょっと分かんないですけど、はいはい、精通している方だとおっと分かる、はい、ちょっとこう精悍な顔つけ、はい、そしてもうコンペティションしか設定がないということで、はい、まあ、この辺最初から黒くなってたりとか、そうですね、はい、もう手を入れる必要もない、うん、はい、非常に引き締まったエクステリアになってございます。はい、でもう外装はもうバババババッといいですよね。バババッといきましょう。はい、単造ホイールの20インチ、はい、コンペティションなんでまあ、ワンサイズずつ幅が広いやつですよね。はいはい、こちら装着してます。はい、で足元もあれなんですよね。はい、コンペだと電子制御の足回りが標準装備になるんで、ね、はい、ちょっとその辺の乗り味の調整なんかもできると思いますね。はい、この辺も乗って、M3、M4 もやっぱりそうなんですけど、皆さんそこのサスペンション、M サスペンションっていうのはかなり重要視されているので、まあ、コンペティションはベースについてますけど、コンペティションを選ばない車でもし買われたりする場合、必ずそこをチェックした方がいいです。なるほど。はい、絶対ついてた方がいいですか。絶対いいです。あ、絶対いいですか。いいです。なるほど。うちはだけですね、変なし、はい、足元変えちゃったりするんで。あれなんですけ ど本来の査定とか基本 その中古車市場でいくと、うん、評価はだから M サスついてないと買わない、仕入れないって。あ、そのぐらいなんですね。うん、そうなんです。なるほど。ぐらい言っても過言ではない。
感じですね。じゃあ逆にちょっとこう価格を抑えて足回り交換予定があるってんであれば、あえてそこを外したのかとかっていうのも、外してのもチョイスするみたいな。なるほど、はい。であとはもう車的にはもう元々あれなんですよね、 M3、M4 ってなんかグループ A に出すための車なんですよね、うん、要はヨーロッパのレースに使うために作った車なんですよね、うん、元々あった車をレースに持ってたんじゃなくて、はい、そうです、レースに使用するために反則技でそのめちゃめちゃ剛性が高くてめちゃめちゃこう改造ができる車をこう市販したのがもう M3、うん、そうですね、はい、だからもうそもそもその走行に関わるこの辺も当然全部空いてますし、はい、この辺のエアカーテンなんかもダミーじゃなく、はい、そうですね、でブレーキももう十分なサイズ、はい、フロント380かな、はい、ファイのでっかいブレーキもついてるんで、まあ、こういうところを見るとやっぱりその、まあ、AMG と比較しちゃいけないのかもしれないですけど、そこの違いってやっぱり走りの本気度はちょっと感じますよね。確かに確かに確かに、はい、ちょっともうレース直径って感じですよね。そうですね、はいはい、そんな感じがします。あとはもう当然このミラーもミラーですね、シュッとしてるミラーになってますし、はい、あとは至る所全部黒くなってる、うん、あと僕的にはこの開けた時のスタイリングはやっぱりこう屋根開きの車すごくいいなっていう、うん、そうですね、はい、やっぱりまあ閉めた時のデザインってやっぱり賛否ありますけど、そうですね、開けた時はもうね最高じゃないですか。最高ですね、はい、表現として正しいのかどうか分からないですけど、はい、僕ちょっとスリッパっぽいなと思ってそれが良くないですか、なんかそれは良くない、はい、ここがこうシューってこの直線がめちゃめちゃ出るじゃないですか、はいはいはい、クーペとここから下って基本的には同じ、この辺のプレスラインがもう違うんですよね、はい、確か。そうですね、はい、だからなんかすごく車が長く見えるというか、うんうん、あとここもちょっと強調して見えるんですよね、はい、すっごいかっこいいなと思って。そうですね、はい、ただ屋根のこう閉めた時に関しては正直言うと僕ホロ派なんですよ、うんうん、そうなんですか、はい、ハードトップだとちょっとなんかこの辺のこう処理がちょっとこの後閉めてみたいと思いますけど、はいはい、ちょっとこうつるじゃないですか、もやもやっと、はい、ホロ派とアレ派はちょっとね、メタルトップ派は、メタルトップ派はまあ相まは見えないと思うんで、ただメタルトップだともう絶対的なそのなんていうんですか、うん、締めた時の空間で言ったらもう絶対的なアドバンテージがあるじゃないですか、うんうん、だからそこ割とこう重要かなっていう、うん、はい、まあ、ちょっと締めたスタイリングをこの後確認してみたいと思います、はい、だと後ろもローターがかなりでかいです。フロントとほぼ変わらないですよね。変わらないですね、確か、はい、うんと1センチぐらいしか変わらない、はい、非常に大きなローターが、はい、2ポットですけれども、はいはい、こんな感じのリアになってございます。あと後ろ行きましょうか。後ろもマフラーエンドがコンペなんで黒くなってたりとか、はい、あとエンブレムなんかも最初から黒いんですね。そうですね、後期はこの形になります。あとはもう当然これは後期なんで、はい、テールランプも後期でちょっとシュッとしたテールランプになってると、はい、あとは、ね、M4 とか M3 とか何台うち通らせていただいたのかってぐらいなんでねいや本当なんですよ、はいはい、でもそのぐらいこう入港も多いし、はい、人気も高いですね。そうなんですよね、はい、そういう車なんで、はい、そしてトランクちょっと見てみましょうか、はい、やっぱりこうクーペと一番の違いって言ったら、はい、トランクじゃないですか、はい、重たいんですよね。重たいです、はい、これはあれですよね、もうメカ的なのと、はい、あとその開く機構がちょっと変わってるんですよね、うん、違いますね、はい、なんでちょっと重ための、はい、そして今ルーフ閉まってますけれども、はい、ちょっとあの収納的にはやっぱり屋根閉まっちゃうとほぼないのかな、はい、ちょっとジャケットぐらいしか入らないのかなっていう、うん、そこからできるんですか。できますよ。え、なんですか、なんですか、ここまで、ね、リアクション欲しかったんで黙ってました。こんな機能あったんですか。あるんです、あるんです。全然知らなかったです。あ、でも結構ありますよ、オープンのみたいな。そうなんですか、はい、え、でもここのスペースって変わんないですよね。変わんない、変わんない、変わんないですよね。ここで荷物をやっていただいて、はい、奥のが出しやすくなるんですか。そうそうそう、だってもう、ね、開けた状態であそこから奥の出すのって確かに大変じゃないですか。はい、あ、そうなんですか、はい、知らなかったです。もうトランスフォーマーみたいじゃないですかそうです、ね、変形ロボみたいになってますけど、はい、ちょっとあの期待した、いや知らなかったリアクションがもらえたんで、はい、恥ずかしながら、はい、よかったです。でも実際こう車両紹介とかでもない限り、はいはい、あのいろいろいじる機会ってないじゃないですか、はいはい、お客様の車勝手にこう、ね、やる機会なんてないですし、はいはいはい、あ、これなんかは非常にまあまああっていい機能だと。じゃあ割とこの入った状態でも奥が使えるとだいぶ使えますね、はいはい、そうですね、ここの、ね、このベースだけ、はい、この高さだけやっぱり取ってもらえれば、はいはい、ちょっと旅行カバン1個2個ぐらいだったら入っちゃいそうな感じで、はいはいはい、この感じのトラックになって、うん、いいじゃないですか、特別感がまた出すときに、はいはい、ちょっとこのギミックがいいですいいですよね、はい、じゃあ続いて
内装を見てみたいと思います。内装がオプションのフルレザーが入っているということで、はい、これすごいっすね。豪華ですよね。めちゃめちゃ豪華ですね、はい、もう一番目を引くのがこの、はい、先色オレンジの内装、はい、もうどう見ても真っ赤っかなんですけど、そうですね、オレンジ、名称はオレンジ色なんです。オレンジなんです、はい、でこれ先色オレンジの外装色もあるんですよね。ありますね。ありますよね、はいはい、あれって結構オレンジ色なんですよ。あれ前昔 M4 でうち紹介したことありますよ。あ、本当ですか。動画で、はい、ちょっと内装のイメージと外装のイメージちょっと違いますけども、はい、一応オレンジ色に当たるみたいです、はい、で僕なんかちょっとこう先色って何かなと思ったらサーキット、はい、なんか砂漠地方の、はい、なんか名前らしいですね。らしいですよ。でなんかもうなんかその流れ聞いたことあるなと思ったら、BM って結構歴代なんかそのサーキットの名前をつけたカラーっていうのがいろいろ。あ、結構あるんですか。あるらしいです。地名とか場所とかね。あ、そう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 。オーシンイエローとか、はい、安マリナブルーとか、はい、サンマリノブルーとか、はい、最近だとエストリルブルーとか、はい、あの辺も全部サーキットとか、ね、地方の名前がついてる。そして内装、まあ、フルレザーなんでこのダッシュボードのこの辺なんかもしっかりレザーなんですね、はい、これ高級感良くないですか。そうですね、これオプションですからやっぱりぜひ入れていただきたい。オープンだとねやっぱり内装は私は個人的な意見かもしれないですけど明るめにしていただいた方がいいと思います。外装がちょっと黒とかだったらですね、はい、まあ、シックな黒もかっこいいんですけども、はい、ちょっとこう華やかな色に。そうですね、はいはい、あの白とかベージュとか、はい、そういう色に行きたいですね。確かに。そうですね。であわよくば開けたまま止めておきたいですよね。そうね、はい、防犯上よろしくないですけど、はいはい、こんな内装になってて、であとさっきちょっと小島さん聞きました、はい、カメラマンが超マニアック発言したんですよ、うん、エアコンの吹き出しちょっと違うんですよって、うん、何言ってんだと思ったらこの シルバー の, このトリムが後期からついてるらしいです、うん、あ、正確には中期からついてるらしいです。あ、このトリムが。で、あとはそのトリムついてるついてないだけじゃなくて、うん、このエアコンの吹き出し自体も 0.5 ミリぐらいこう内側に引っ込んでるの分かります。これがそれはすごい中期以降のやつらしいですよ。確かに前期の車って真っ平らなんですよ、晴れると、うん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 、分かるかっつって。あ、勉強になりました、はいはい、僕もすごく勉強になりました。どんな違いもあるみたいな。あとなんかマイクですかね、このコラムカバーもちょっと前期後期で形違ったりしますよね、うんうん、こんなのは。でもそのエアコンの角度が違うことによって何が違う。分かんない。だからもうサプライヤーが変わったとかそういうレベルのなんか違いじゃないかなと思ったんですけど、うん、はい、そんな違いもあるみたいな、はい、じゃあ続いてちょっとドアも見てみたいと思います。でドアも結構こうレザー多用されてて高級感いいですね、うん、やっぱりここ BM ポルシェみんなそうですけど、はいはい、レザーパッケージここレザーになると全然やっぱり印象違いますよね。印象違います、ね、印象違います、はい、でここが黒のレザーでここがコンビになってるんですかね。でステッチはこの赤いステッチが入ってて、さすがにここから下はプラスチックなんですね、うん、はい、こんな感じの。でまたレザーの質感めっちゃいいんですよ。いいですね。メリノレザーはすげえいいですよね、はい、シートとかももう座った瞬間にあ、これもう絶対いいレザーだって分かる。いい、はい、こんな感じのドアになってます。ちょっと乗ってみたいと思います。あ、ちなみにあのシートベルトもちょっと触れてもらうと、はい、M のいい感じですよね、はいはい、M カラーのシートベルトがこんな感じで、この辺もワンポイントでかなりいいんじゃないでしょうか。やっぱり見せるってことがやっぱカブリオレ大事ですよね。確かに、はい、いやシートめっちゃしっとりしてるんですよ。高級ソファーなんですよ、もうですね、はい、はい、うん、この質感が、そう、ね、背中の擦れる感じと腰の擦れる感じが、うんうん、だからちょっとそのスポーツの車なんですけどここはちょっと確かに違う一面がありますよね。シートの形状も普通のクーペと違うんですもんね、はい、はい、このエアコンというか、なんていうんですか、ね、これ BMW 名なんていうんですか、これエアスカーフじゃないですよ、なんだっけ、ね、メルセデス名だとエアスカーフです。これがついてる、ね、でここも後期でちょっと変わってるんですよね。これも光るやつもこれ、ね、はい、このね、そしてステアリングはこんな感じでいつものやつです、はい、ちょっと太めのいつものやつがついてます。近代的な装備で欲しいところといえば、まあ、ACC ぐらいかなと。ないんですよね、はいはい、それは、まあ、走りの車ですから、走りの車ですから、ね、駆け抜けて風を感じて気持ちよく走っていただく車かなと、はいはい、あとメーターもとかもこの辺もおなじみのということで、うん、そしてアイドライブも一応バージョン的にはもう一番最後のやつですよね。こう各メニューが縦表示の、うん、はいはい、このタイプの、はい、で見たら、メディアも一通り、ちょっと待ってくださいね、テレビから、はい、ディスクまで全部入ると、はい、はい、タッチもね、あ、できます。タッチパネルもなんていいんでしたっけ、はい、そうですよね、後期から、はい、なります、ね、こんな感じになっております、はいはい、そして
ディスクも入るんですよね。ディスクも入ります、はい、ディスクも入って、はい、エアコンもデュアルゾーンになってございます、はい、一番いいんじゃないですか。ここも新しくてディスクも見れて確かに、はい、ちょうどいいあの年式というか年式ですね、はいはい、かなと。でコンボノイレとドリンクホルダー、はいはい、こんな感じで、はいはい、ついてございます、はい、でもうこの辺はおなじみですよね。そうですね、はい、であとここに、はい、USB がある形ですね、はい、1個ついてます、はい、でこれが屋根の開け閉めと、はい、これなんでしょう。エアカーテンです。あ、ここにエアカーテンのこの強弱が、強弱がついてます、はい、ついてるんですね、はい、なるほど。こんな感じになっております。そしてあと1個だけダメ出ししていいですか。 僕、はいはい、僕ごときが、うん、いやいや、ペダルが、はい、この価格でこれはないんじゃないでしょうか、はい、ゴムね、はい、ゴムとプラスチックのペダル、はい、ここはせめてこうステンのカバーをつけてほしかったです、うんうんうん、そうね、はい、そこをじゃあつけていただきましょう。そうですね、はい、オプションででもありますよね、エンパフォーマンスの。 ありますね、はい、また社外品なんかもあるんで、はい、3D デザインさんとかおそらく出してると思うんで、はいはい、その辺ちょっと僕的には変えたいです、はいはいはい、あともうルーフ関係に関してはもうここまでしかないですけど、うん、これプラスチックなんですかね。ですね、はいはい、でこのビニールのバイザーという感じです、はい、最近バイザーのこと言わないね。いやいや、アルカンターラとかになってるとあそう、ねはい、ギャップありますけど、はい、これだったらまあバランスというか同じ素材かなという。そして今回の車はレーダー探知機、はい、受光部と、はい、モニターこんな感じでついてて、ドライブレコーダーがついてますね。ドライブレコーダーもついてると、はいはい、やっぱりレザーいいっすね。だってここまでレザーっすよ、うんはい、ダッシュボードの、うん、ここレザーって、まあうん、まあまあまあって感じじゃないですか、うんはい、あとレザー風のとかも多いじゃないですか、ねはい、メルセデスとかでも最近、はいはい、アルティコのこうダッシュとかありますけど、ここまでってやっぱりちょっと質感がかなり、うん、グローブボックスもだってこれ、ねはい、全部レザーっすから、ねうん、いや見せる見せる車ですよ、はい、最高です。見せる車、ここはねやっぱり同じ色じゃないところがあったら確かにいいですよね。こんな感じの内装で、はい、でちょっと屋根閉めてみましょうか。ちょっとかけてみていいですか、はい、これが一応18キロぐらいまでで、一応メーカー公表値だと20秒で開閉ができると、はい、ただ実測測ると25秒ぐらいかかるらしいです。あ、はいまあ、そこはね、まあ、誤差の範囲だと思っていただければいいんじゃないでしょうか。いや、この開け閉めも、はい、楽しみの一つです。そうですね、はい、で20秒だったら信号待ちでさささってギリいけますよね、はい、いける、はいはい、こんな感じで割とこう中はだいぶしっかりしてません、ね、やっぱり しっかりしてるんですよ。メタルトップだと思う。だって普通にクーペじゃないですか、これ普通のクーペ中、うん、で当然ここは骨組みでこう出っ張ったりするんで、うん、ここはちょっと柔らかい生地ですけど、うん、もう天井のここに関してはもう普通のクーペ、普通のクーペです。天井と同じ感じ。本当に車知らない人だったら開くかどうか分かってないですよ多分。あ、うん、なるほど。で僕的にはやっぱりここだけちょっとやっぱりだからクーペのラインだとこういうこのラインがこう続くからどうしてもここがこうね乗っかってる感がどうしても出ちゃうのはちょっと出ちゃうんですね。特に BMW ちょっと出ちゃうんですよね、はいはい、またちょっと SL とかあとはそのスーパーカーのちょっとそのメタルトップの車ってもうちょっとこううまく処理されてたりするじゃないですか。うんうん、してますね、はい、458とかも、はいはいはい、まあ、全然そのデザインもサイズも違いますけども、うんうん、どうしてもちょっとここだけはやっぱりポロとかクーペの方がちょっとデザイン的にはいいなと思います、うん、ただこれ中はいいっすね。いいと思います。絶対静かっすもんだって、はい、リアシートは小島店長がもうスタンバイしておりますけれども、ちょっとまあお子様仕様ですね、はい、見た目的にはだいぶ背中が直角の気がするんですけど、直角ですね、はい、でホールドもまあ、さっきあの下見の時もおっしゃってました言ってましたけど全然してないだからもう本当にペタって自分がこうくっついてる感じです。あ、なるほど、うん、質感はレザーとか質感はやっぱいいんであれなんですけど、はい、それを感じるまでもなくちょっと本当にペタってのの座ってます感がありますね。装備的なものはほぼないんですよね。ないです。エアコンの吹き出し、エアコンの吹き出しと、はい、まあ、ドリンクホルダーがあるぐらいで。アームレストも出てくるんですか。それアームレストもこれアームレスト出てくるのありますね。だからこれアームレストにはならないんですね。ならない、ならない。トランクするだけなんですね、はい、じゃあ本当になんか緊急用というか、まあ本当にそうですね、子供お子さん乗せるぐらいな、あとは荷物ですかね。なるほど、うん、だからもう
デザイン的にヘッドレストもっとちっちゃくてもいいんじゃないかなっていうぐらい後ろはどうかなって思いますね。なるほど、はい、じゃあせっかくなんでちょっと鍵で開けてみたいと思います。これって本当はあのエンジン停車中はあんまりやらない方がいいんですよね、まあ、バッテリーに負担かかるんで、負担かかるからですね。まあでもこれぐらいはあれじゃないですか、まあ、ちょっと動かすぐらいだったら、はい、だから長期間こう止めっぱなしでその後開けるとかはやめた方がいいですよね、はい、あとその後乗らないとか、まあ、電気 の, その制御はするので多分まあまあ開かないとかなっちゃうと思いますね、はい、この感じでキーで開け閉めもできちゃうと、はい、そして開けた状態だとやっぱり後ろ、はい、まあこう横とかの広さは変わらないですけど、はい、やっぱりこの開放感はだいぶ違うんじゃないかなと、ね、うん、はい、ちょっと僕乗ってみていいですか。どうぞ、はい、そこのね、ここ乗るときに これ使った方がいいですね。ああこれ前出しても自動に前行かないやつなんですね。そうです。なるほど。あれってでもついてると便利なときもあるし便利じゃないときもあったりするんで、やっぱり選択でできた方がいいと思いますよ。そしてもう屋根開いてると超楽ちんです、うん、最高です。最高、最高は言い過ぎでしょ。この開放感ってあらないじゃないですか、ね、うん、こんな感じ で結構さシート、はい、大丈夫だし、はい、大丈夫です。いやまあ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 、はい、あのかなり気をつけの姿勢になりますけど、うん、足もまあまあギリギリ当たらないぐらいです、うん、つま先は一応このシートの下に入るんで、うん、はい、まあ別に、まあ、快適ではないですけど、うん、はい、でも結構さ、ここが狭いよね。ごめんね、俺乗るじゃん。いやでもこの開放感はないですよ。ここに最高です。これちょっとツッチ前すぎるんで。本当ですか、うん。普通のポジションだとこんな感じかな。いやいやだったらだいぶ楽ですよ。どうですか。膝も握り拳半分ぐらいありますし。うん、これ全然これでいけます。いいです、ね、おかしないですか。大丈夫です、はい。そして後ろの席、これどうやって開けんしたっけ。ここです。あ、ここですね、はい。はい。これめっちゃ画期的じゃないですか。そう。これだから最初、はい、お恥ずかしながら、まあ、ウィンドウディフレクター。これ一応標準装備なんですけど、まあ、カブレでもちろんこれがあるとないと全然違うので、なかったんで、ないじゃんって言ったんですよ。いやいやいや、しまってありますよって。いやいや、ないじゃんって言ったら、はい、あ、じゃあ確認しますって言って、はい、で1応目はないんだよねなんてかあの社内で話をしてたら、はい、うち そのスタッフの人がありますよって言って、はい、って言って開けたらここに収納されてたって。なるほど、はい、早速これつけてみたいと思います。まあ、先に一回そして入れてもらって、はいはい、入れました。折って、はい、からのブスッとで、あ、そっち入ってないです。入った、入った。あ、2人プレイがいいですね、はい、でバシッと立てる、はい、あー、なるほど。これちょっと一人だと大変かもしれないですね。だから乗り込んで一人でやればいいかな。乗り込んでね、はい、これあるなしでだいぶ違いますもんね。いや、かなり違うと思いますこれ、はい、今日試乗これで行ってます。じゃあこれで行くでしょう。わかりました。いや僕的には何もつけないで、うん、こう優勝パレードみたいに走りたいなっていうのもあるんですけど、ちょっとこれとりあえずつけてみましょう。つけてみましょう、はい、こんな感じで。これいいっすね。確かにだって今までってこれ外したのはいいけどトランク積んどくっていう話だったじゃないですか。もっとちっちゃくトランクだ、トランクですよね。うん、そうそうそう。それがなんかこう、うん、決まったところにバシッと入るのは、うん、だいぶこう使い勝手的にもいいんじゃないかなと。じゃあ続いてエンジンルームも見てみたいと思います、はい、エンジンももうこれ何回紹介してるのかわ、ね、からないくらいやってますけど、はいはい、おなじみ S55 エンジン、はい、まあでも贅沢な話ですよ。そうですね、ありがたい限りですもん、ね、このエンジンをね、ツインターボなんですよね、はい、それより下のグレーだとシングルターボですけど、はい、一応 S55 になるとツインターボになると、うん、でそれに組み合わせるのが、7速 DCT、はい、であとは、車体の方がかなり補強されてるんですよね、カブリオレだと、はいはい、で僕ミニのメカニックだったじゃないですか、うん、でちょっとこの車は分からないですけど、うん、ミニとかだとサイドシルも全然太くなるんですよ、はいはいはい、だから多分補強パーツプラスアルファだけじゃなくて、うん、もう車体 そのフレームのところも、うん、多分カブリオレだったら結構やり直してあるんじゃないかなっていう。でパーツリスト見る限りだと、まあ、ちょっとなんかパーツが追加されてたりとか、うん、一番メジャーなところで行くとフロア下にこう V 字 の、うん、大きい補強が入るんですよね、うんうんうん、カブリオレだと、うん、なんでちょっとまあ最大限、まあ、屋根がない分強度なんかは保たれるように設計されてるみたいです。やっぱどうしてもね、ねじれが、ね、そうですね、ありますからね、はいはい、ちょっとこの後乗ってみたいと思います、はい、続いて転倒周り見てみたいと思います。お願いします。
続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。内装の紹介が簡単すぎて全く触れなかったんですけど、ハーマンカーゾンとかも標準装備。そうですね。ただクーペと違ってスピーカーの数とかちょっと違うんですよね、はい、あとワット数だったりが、はいはい、がついてると515ワットになるのかな。12スピーカー9チャンネルだそうです、はい、だと、最初に言ってたその重量の部分に関しては、はい、クーペより240キロぐらい、はい、重くなるそうです。重たいです、はいはい。まあ、これが走りにどう影響が出るかと、はい、あともう一点ちょっと説明し忘れちゃったのは、パークアシストのパッケージが今回ついてるということで、はい、カメラなんかも充実してると、はいはい、ですね、はい、ごめんなさい間違えました。はい、サイドビューのカメラがついてると、はい、これこれとでもこれもついてる、はい、これと、はいはい、こんな感じになっております。恥ずかしながら初めてです、遠方を。え、カブリオレは。あ、カブリオレね、はい、だって車がないじゃないですか。遠方のカブリオレ乗ったことある人はちょっと少ないんじゃないですか。少ないですよね。少ないと思いますよ。でも本当になんでこのタイミングで日本導入したんですかね。だから今の遠方がポロじゃないですか、はい、だから最後のメタルトップじゃないですか。そうっすね。そういう風な位置づけじゃないのかな。一応いや M3 カブリオレも、うん、M3 クーペカブリオレもメダルトップですよね。いや違うんじゃない。あ、じゃあ、じゃあ、いやメダルトップですよ。そう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 ですよね。いわゆる E93 か、うんうんうん、46のイメージしちゃってる。46はソフトトップですよね。36もソフトトップですよね、うん、ややこしいんですよ。いやでもその DM の3シリーズのオープンって僕年代なのかもしれないですけど、46のなんかイメージがね、3シリーズってなっちゃうと4になるとね、はい、メタルなんで4じゃないのだからメタル。3はいやあれ3クーペじゃなかったですか。まだ3のクーペか。 E93 だからそうですよ。 3クーペって言われた時です。紛らしいな。今日はちょっと涼しいですけど。そうですね。でももう首が早速めっちゃあったかいです、うん、でもこれは本当にこれは本当に効きます。効きます。いやこれでもみんな効くじゃないですか。オープン全部。確かに。競合車種って何なんですかね。やっぱ C の63カブリオレなんですかね。そうじゃないですか、うん、ただソフトトップだったりだとか、うん、はい、まあいろんな違いがありますけどね。でも今段差降りたじゃないですか、うん、剛性足んない感じは全然しないです、うん、しっかりして多分。でもしかし今日ね、はい、走りますけど、はい、上げてる時と閉めてる時で多分車の挙動変わってくんじゃないですか、はい、その重さって考えるんだったら。どうなんすかね。例えば屋根が重たいっていうんだったら、はいはい、後ろに下がった時に重さが全部後ろに行くわけじゃないですか。いやでもほとんどが気候じゃないですか多分。そうなのかな。いやでもどうだろう。そこもちょっと感じながらメタルトップで確かに結構ありますね重量、うん、40、50キロありそうな気がしますけど。でもその違いもちょっとやりながら、あと足回りと。そうですね、はい、ちょっと乗ってみたいと思います。なかなか皆さんにお伝えする機
機会がない車ですからね。でも結構矛盾してません？何がですか？だってもうさあの一番最初も言いましたけど、はい、駆け抜ける喜びで、はい、まあ、走りをこう、はい、一番前面に押し出してるじゃないですか、はい、で苦労してこうカーボンルーフにした車を、はいはい、いや40キロまた物を乗っけちゃうんですよ。乗っけちゃうからね、うん、だからそこはなんかこう、いやだからそのいう部分と、はい、やっぱオープンカーでの駆け抜ける喜びはこれなんだぞっていうところを出したんじゃないですか。あ、なるほど、うん、いやいやいや、もうね、ベンツの C クラスもそうだし、はい、あとは何ですか、あんまりじゃないですよね、このクラスで。そうですね、うん、まあ、ハイパワーじゃなければ、うん、まあ、各メーカー株より出てるじゃないですか、うんうん、でもやっぱりそのね、ハイパワーで出すぞっていうところは、はい、うわー、まずですね、はい、屋根が開いてると全部聞こえる、うん、全部聞こえる、うん、ああ、もうロードノイズもこのマフラーの音も、うんうん、聞こえますね、全部聞こえます、はい、でアクティブサウンドデザインってあのスピーカーから鳴るやつあるじゃないですか、うん、あれどうなんだろうなと思ったら、うん、それ気にならないぐらいいろんなものの音が聞こえます、うん、これでもちょっとリニアにこれちっちゃくした方がいい、これもこの音も入ってくるもんね、エアスカーフの、ああそうですね、うん、シューって言ってますよね、ジャックにしましょう、音を楽しむ、いやさっき本当に低速でノロノロノロって来ただけですけど、うん、全然なんかすごく不思議な感じしますよ。だから M4 の、 あの普通のクーペとなんか乗った感じ変わらなくないですけど、剛性感変わらないのにここすごく開放感あるんで、こういう段差とかもやっぱり M はエンジンちょっと上からだろうってことなんで、高速でちょっと乗ってみたいと思います。うわ、今日は気持ちいいんじゃないですか。これ気持ちいいっすよ。なんか今日あのお前ら楽しんでるだけだろうかになっちゃう感じだね。そうですね、それはもう仕事 仕事なんで、すいませんって感じで覚悟して、はい、気持ちいい、これすごい、これすごいっすね、小島さん、めっちゃ気持ちいい、うわすげえ、これ音がすごいね、音すごいですね、も入れてみましょうか、全然巻き込みないですね、ないですね、これで今 M ボタン押しても M ボタン入ってなかったのこれ、ね、M ボタンどこでないですね、はい、M1 押しました、スポーツ、はい、足回りスポーツにするじゃん、はい、スポーツプラス、スポーツプラス、はい、ハンドルも全部スポーツプラスにしましょう、全部スポーツプラス、はい、全部、はい、全部スポーツプラス、おお、わあ言ってよ、びっくりしたよこれ楽しすぎます、これ、いやこれ買うならクーペじゃなくてカブリオレっすねマジでさっきまで言ってたも全然違うじゃん、いやいや、これ圧倒的にカブリオレの方が楽しい、これすごい、あ、でもやっぱりその、ま、あれだね、トンネルよりか外の方が音がちゃんと、そうですね、うん、これマジで気持ち、超気持ちいいっすよ、これだけ回るエンジンとこれだけ踏める足だとバイクに近いです、本当に感覚が、そのぐらいの疾走感とこう開放感あります、めっちゃ気持ちいいっすよ、足回りもいいね、いいっすね、今一番硬いの、全然助手席も硬くないです、でめっちゃパワーあるんで、僕240キロっていう頭が先にあったんで、結構こう重たい動きするんだろうなと思ったら、軽快感は、まあ、乗り比べれば違うかもしれないですけど、これ単体で乗っていや重たいなっていう感じはしないです、しないですね、僕読んだ読み物だともう言ったらなんかジープチェロキーと同じぐらい重いって書いてあるのあったんですよ、いやいやいやと思ったんですけど、数字だけ見るとそのぐらいの重量かもしれないですけど、全然そんな感じしないですね、足がいいのかその重量バランスがいいのか分かんないですけど、
全然軽快に走れちゃいます。めっちゃ気持ちいいっすよ。気持ちいいね。ちょっとシートヒーターをちょっと、あ、そうっすね、快適装備シートヒーターも使いましょう。これはびっくりした。この音が全部、ポルシェのカブリオレとライバルなのかな、走りに行くと。あー、のでもそのぐらいちょっと走りに徹したカブリオレっすよね。うん、な気がする。この C63 カブリオレと全然違いますね。全然もう別物ですね。これ本当に走って楽しい。で、全然快適じゃないっていう風にも、はい、コメントされてるところもあったんですけど、はい、そんなことないですよね。快適じゃないですか。音だけかなっていう。うん、音は正直ロードノイズもマフラーの音もいろんな音入ってくるじゃないですか。うんうん、ただ乗った感じは全然快適ですよ。うん、快適だよね。もうシートヒーターついて、ここ暖かい風も出てきて、風の巻き込みもほとんど感じないし、ね。ないですね。僕この座高なんで今一番下シートにして。ようやくちょっとここに少し風感じるぐらい、うん、ここの風の動き全然ないですよね。ない、全くないです。もうひどいのだともうここすごい風巻き込んじゃう車とかあるじゃないですか。全然ないですね。でもこれはもう何度も言いますけど、ディフレクターのこと。ああ、これがついてるから。ついてるから。じゃないともうここはすごい巻き込むんで。ちょっと気持ちよく走っていいですか。はい、気持ちよくどうぞ。最高なんですけど、小島さん。これなんか本当に BM の音をすごいダイレクトに楽しめるよね。そうですね。なんて言うんです。超気持ちいいっす。外で車のマフラー聞けることってないじゃない。ないっす、ないっす、ないっす。最高だな。やっぱオープンいいな。いやー、これはびっくりした。出しもいいっすね。ああ、だまず、まあ、うちじゃやっぱドレスアップする会社だから、はいはい、本当はしてもらいたいですけど、まずノーマルで楽しんでもらいたい、はい、あ、そうですね。ああ、ちょっとこれはノーマルでも全然楽しめますね。そこからまあちょっとこれを味わってもらって、はい、次のステップアップで、そうですね、うん、やってもらった方が足りないとこ自分で出してもらったり変えてもらったりした方がいいんじゃないかな。もういいと思いますね。すごいレベル高いと思います。これは本当に気持ちいいな。びっくりしました。ありがたいことにいろんなカブリオレ乗せていただきましたけども、抜群にこうちょっと走りと気持ちよさが、うんうん、すごい高いところでこう融合してます。うん、そうね。で、しかもこの屋根開くことでなんかちょっとその走りの楽しさがやっぱりパワーアップしてますね。うん、だからそのマイナスで、まあもちろんね、そのレースとかいろいろ高いレベルでいったら、もしくはもちろんあるんだろうけど、はい、普通に街中走るレベルだったらまずそのマイナスのレベルって感じないですよね。そうですね。あ、屋根が剛性とか、まあ、言葉でいいですけど、剛性とか言っちゃったらお前まず乗れよっていうぐらい言葉強く言っちゃうと、それぐらいいい感じですよ。まあ、比べればもう当然圧倒的にクーペの方が軽いし剛性もあるんでしょうけど、もう全然十分ですね。これは気持ちいい。高速乗るっていう人だと、うちの会社だとやっぱりゴルフ行く方が多いから、はい、ゴルフバッグがどうかなってのあるけど、屋根開けたら積めないですよね。でもね、宅急便で送ってでもこの開放感とこの気持ちよさは、そうっすね、変えらんないと思うな。これはびっくりした。うわ、結構あれだね、マフラーあれいい音しますよ。うん、バラ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 、うん、しますね。
知ってます？駆け抜ける喜びってもう50年ぐらい言ってるらしいですよ。あ、そうなんだ。なんか正式に広告に採用されたのは1972年らしいですけど、もうそれでもだから50年ぐらい。一番最初に言い出したのは1965年らしいですよ。なんか、よくその数字を覚えてるよね。すごいと思うわ。いや、駆け抜ける喜び、なんか気になりません？いつから言ってたんだろうな。調べたらちゃんとそのホームページが BMW のその公式のに載ってて、でその BMW はかなり早い段階からその乗り手のその気持ちのところに訴えかけるそのプロモーションをしてきたんですよっていうのがあって、ページが、へえと思って。なんかドイツ語だと全然違う言い方なんですよね。あ、そうなんだ。らしいですよね。でも昔からさ、コックピットみたいな感じだったもんね、運転席の BM は。もうそれだけ本当に走りに特化して、タイムだけじゃなくって、その車のその乗る楽しさとか、そういうところにこう注力してきたメーカーなんだなっていうのは、それがもうめっちゃ出てますよね、この車。出てる出てる。やっぱりね、 BMW が作ったオープンカーここにありって感じだね。結構作ってますからね。だって各グレードかぶりがあって、でその他にも Z4 とかもあってじゃないですか。いや、全然乗り心地いいな。いや、気持ちいい。これ普通のに戻すと、いや、もうやりますよ。一番じゃあ柔らかいバージョンで。いや、もう全然柔らかいです。もう段差越えて車を降りる時もふわって感じです。これちょっと欲しいっす。あ、全然柔らかいね。柔らかいっす、ふわって。タイヤの硬さはありますよ、もちろん、だ車全体の動きはもう、これでも乗り心地悪いって人ふわっていういないぐらいいいと思うけど、タイヤの硬さがあるんで、こう細かいとことかはタンタンって感じですけど、全体的な車の動きはもうふわって、これが硬くないっていうのが僕たちの感覚が麻痺してるのかもしれないですけど。でもそんなね。そうっすね、いやー、これはびっくりした。中のやっぱ色も良くないですか、この赤で。そうっすね。オープンカー、やっぱりちょっと、まあ、オレンジです、秋色オレンジ、はい、ちょっとやっぱり映える内装、屋根開く車必要っすよ。この気持ちよさがなくなっちゃいますけど、小島さんと交代したいっすよ。いや、いい、ね、いいですか、いや、この開け閉めだけでもやっぱり、なるほど、なんか現実に戻っちゃった感じ。いや、僕も全く同じこと思いました、今、普通のクーペになりました。まあ十分普通じゃないですけど、これ全然違いますね。違う、全然違う。というのは、まず音が聞こえないっす、はい、エンジン音しか聞こえないね、今のところね。そうっすね、本当に屋根開けて走ってる時はアクティブサウンドデザインなんだそれやって感じだったんですけど、屋根閉めると、本当にクーペっすね、ただ、ただのっていうか普通の、で屋根のギシギシ音も全然しないね、今のところ。 いや、普通だってこれだけのメカのもの乗っけたりしますよ、まあ、多分これ年数が経ってくるともしかしたら、あ、もちろん、してくるのかもしれないですけど、多少そういうのありえる、そうですよね、今のところ全く。高い段差のこのビリビリって音はしますけどね、段差こうやってギシギシとかそういうのはないですね、あー、ちょっとアクティブサウンドデザイン聞こえちゃいますね。聞こえちゃう、聞こえちゃいますね。あー、全然これはこれで気持ちいいんですけど、ちょっとオンオフがすごい。私たちのテンションのこの変わり方、はい、はい、もいらないぐらい高くなっちゃう。そうですね、はい、これオンオフすごいですね。
いやでも必要だなと思いました。必要だなと思った。やっぱり常にこう風を感じてテンション高く乗れるわけじゃないじゃないですか。やっぱり助手席に人乗せることもあるだろうし、でもやっぱりそのなんていうのかな、まあ、オープンカーも前乗ってたじゃないですか、はい、で例えば、まあ、通勤とかで1時間ぐらいとか乗ってる、はい、でオープンすると帰るときとかあるじゃないですか、はいはい、最初の30分ぐらいですよ開けるの、開けてるので、あとの30分はやっぱ閉めて、はい、やっぱり、はい、やっぱ古いで1時間2時間オープンっていうのはまあいいですけど、やっぱ疲れちゃうときもあったりするんですか。なるほど、そうですよね、うん、その両方を味わえるっていうのはまあいいですね。確かにこれ本当に閉めたら普通のクーペですね。普通のクーペ、うん、いい意味で、だって外の音とか全然息と違うんですけど。全然違うね、全然違うね。トラックの音とかも全然入ってこないですよ、これ。僕たちも多分見ていただいてる方が、うん、この2人のテンションの変わり具合で普通か違うかっていうの、別に悪くないんですよ、全然、もちろん、はい、全然悪くないですよ、はい、こんなに二面性がある車もないですね。そうね、あ、それはそう思いますね、はい、走りで足回りがコンフォート、スポーツで二面性あるっていうのがあるけど、はい、車の素質っていうか車の自体でこのまま二面性があるっていうのはないんじゃないかな。いや、カブリオレでも、もう特にドイツ車のカブリオレって、うん、結構その何層構造にもなってて、うん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 、ボロ閉めると結構静かだったりとかするじゃないですか、うんうん、もう全然それよりも圧倒的に静かですもん、うん、メタルトップ、うん、すごいね、これね、これびっくり。やっぱ普段使いもな、荷物だなんだっていうのを詰められて、スポーツで走れて、でクーペでも味わえるって、ほんと贅沢ですね。そうですね、贅沢ですよ。これはいいかもしれない。これあれじゃないですか、だからあの市場に出てこないっていうのは、その売れてる数も少ないですけど、うん、買った人がなんか手放してない気がします、これ。ああ、はい、なんとなく、まあ、そうね、はい、手放す理由というか、まあもちろんね、好きな車は何台も乗り換えて、はい、いろんなね、はい、ブランド乗り換えて方もいらっしゃると思いますけど、うん、特にだってなかったわけじゃないですか、うん、この方から M4 のコンバーチブル、うん、カブリオレが出てきたわけじゃないですか、うん、いやね、クーペにその例えばカーボンルーフだったり重量だったりってこだわりがない人は、はい、こっちの方がいいんじゃないかな。そうですね、まあ、もちろんその万人受けするとは言わないですけど、うんうん、一回乗ったらこれはちょっとハマる気がします、うんうん、僕は。もう本当にあのさっき の, あのトンネル出るときはもう一気に気持ちが高まりすぎて欲しいまで来ましたうわー欲しいって言ってね、はい、いつもわーぐらいまでなんですけど、今日欲しい、やべーこれ欲しいと思って欲しいっちゃった、余裕で行きましたね、これこれは気持ちいい。ただ値段全然下がんないんですね。下がらないんじゃないかな、下がりようがないもんね、物がない、ね、ないし、ね、価値はあるし、新しいのもまだ全然納車になってないですもんね、うんうんうん、だってこの間出たばっかりですもんね、そうそうそう、発表になったばっかりですもんね。日本はもうちょっとでもカブリオレ、まあ、気候的な問題もあるかもしれないですけど、うん、ちょっと流行った方がいいですよね、思いません、うん、そうね、なんかちょっとミニバンとかちょっとそういう実用的な車ばっかりこう、うん、多い気がするじゃないですか、うん、なんかもう本当にこう BMW じゃないけど、うん、ちゃんとこう乗って楽しい、うんうん、車の楽しさがなんかこう伝わる車ってやっぱりいいですよね。それでは最後にありますけれども、はい、買い取りも、はい、そうですね、毎年11月12月ってやっぱりその年度が変わる時期なので、買い取り金額もやっぱちょっと若干変わったりするので、ぜひ早めの方がいいかもしれないですね、はい、あとは最近お知らせにちょこちょこちょっと入れさせていただいてるんですけども、ええ、中古車相場が結構割とこう高騰中というか、まあ、車種によると思うんですけども、はいはい、なんでもう乗り換えのタイミング的には悪くないんじゃないかな、ないと思いますね、はい、そんな感じなんで、はい、ぜひこういった珍しい車も、そうですね、はいはい、お持ちの方いらっしゃいましたはい、珍しい車じゃなくても、そうですね、大丈夫です、はい、お問い合わせいただけるといいんじゃないかなと思います。というわけで今回は BMW M4 コンペティションカブリオレをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。